カンザシ屋に。それではサマージッパーの皆さんです。会場の皆様、こんにちは。こんにちは。サマージッパーと申します。今年のテーマは龍馬とカンザシ。坂本龍馬が高知で待つ姪っ子のためにカンザシを買いに行く、そんなストーリーになっております。今年も小道具や衣装転換、三三七拍子盛りだくさんでお送りします。ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは参ります。踊り子構え。原宿でよさこい。
会場の皆様にありがとうございました。ありがとうございました。